はい、どうもです。一夜明けました。もう寝たんですけど夢見ましたね。悔しすぎて夢見ましたね。本当に。とりあえず行きます。もう何回も行ってボスの動きも覚えないとダメっていうのもあるんですけど、一番はもうできれば根絶やしにしたい。馬をね、キリンさんを根絶やしにして何度でもすぐボスに挑めるように持っていくために頑張る。とりあえずこの動画はもうキリンさんを根絶やしにする動画になるかもわかんない。キリンさんとガチる動画です。あー、これも仕入れてくるの忘れてた。で、一応まあ考えてて、ずっと考えてて、まあ今盾持ち替えたじゃないですか。なるべく軽い装備で、要するに凍った時に動きが鈍くなるならば、最初からもう軽くしておけばいいんじゃないかと。装備をね。だからこの剣はあくまでもキリンさんを狩るために持ってきてるんですけど、ボスでは使わないです。ボスではね、ちなみに教えていただいてた、どれやったっけ、これ使おうと思います。初めてですけど、これに何かエンチャントかけて、これで行くつもりです。もうかがり火がないことは間違いないんで、うわ強いこれ強いな、マジか、ほんまや、これめっちゃ強い、ひるんでくれるんですよね。でも俺は強いな。まだこれプラス4なんですよ。もう一段階本当は強くできるんですけど、いいか、はい、いいか、何回でも行くから。とにかくまずはちょっとこのキリンさんを消し去りますわ。それに命をかける。進めたら進めたでいいんですけどね、もちろん。
最終ピエロの装備も全部脱いだろうと思ってます、正直。まあ、それで買わせなかったら終わりなんですけどね。あと、左前足でガッてやってくる攻撃を、できれば、後ろじゃない避け方を考えないとダメですね。まあ、それも練習したいんで、まあ、とにかく何回も行くしかない。行くためにはもうキリンさんが邪魔やからね。行くためにはキリンさんが邪魔やし、ビリビリなんですけど、やるしかないのよ。頑張ります。現れる。ここね、ギリギリまで引きつけるとかわせるな。あ、身軽になってるからかわせるのかな。よし、初めてノーダメで勝てた。冷静にいけばいけるぞ。今度は私がカルバンだ。ディープエリア、よっしゃ。方向が分かんない。合ってるか。合ってる。さあ来い。来るか。初めて2体同時に相手できた。よっしゃ、優秀です。この武器最高。初めてキリンが懐いてくれた。やがった。被害調査行くぜ、急げ。いけるいけるいける。あ、ユキが病んでる。来た。ということはもう出てこへんのかな。よしよし、行った。なんか突破。
通に考えてですよ。ごめんなさい。普通に考えて、一番効くのは B だと思うんですよ。住み松屋に5個しかないんで、節約していきたいので、闇でも塗るか。正直勝てる気はしてないですけど、練習、もうこれは練習です。ポイントは前にかわせるかどうかを試す。これやばくない？あいつと一緒や。うわ、あのお犬様と一緒やな。うわー、くそ、懐に入って、あ、いいね、これでいいのかな。これはとりあえず離れて変わって、くそ、無理か。離れよったら回復。いや、あかん。いや、でもちょっといけそうな気がする。これ闇はあかん、闇効かへんな多分。なんかすごい闇のオーラをまとってるんですけど、ダメージがどれぐらい効いてるかということを確認する余裕は全くない。ちょっと動きをさらに見たいと思います。まず遠くから5発撃ってくるとき、あれが一番回復のチャンスなのかもしれないですね。あとはパターンとしては、飛んできてガシッて引っかく、あ、モンハンみたいや。飛んできてガシッと引っ掛くのが一つで、はめるみたいな動作をして周りにバーンって魔法を打つのが一つで、5つ魔法の玉みたいなのを出して槍を飛ばしてくるのが一つで、あとは近づいたら猫パンチが来て、猫パンチ2連もあるはずなんですよね。猫パンチ2連も絶対あるはずで、あとは単純に走ってきての猫パンチがあると思うんですけど、後ろの方に回ってたら多分安全やと思うんですよね。後ろ蹴りとかはなかったような気がするから。よし、OKOKOK 頑張ろう。そらへんな、そろそろ枯れたか。来ないですね。まだ枯れてないと思うけどな。奥の方のやつは絶対まだおると思うんですけど、手前の方はでもそこそこは倒してきたか。この辺のやつは絶対来ると思う。ほら来た、ここや。レベル上げたい。スタミナがもう1ミリ欲しい。後で上げに行こうか。この剣をマックスにしなあかんですね。この剣をマックスにしてするのと、あとはスタミナをちょっと上げて、ここでもう1ミリ残っといてほしいのよ。よっしゃ、よし、
早く倒さないと。もう一匹来るぞ。いけます、いけます。方向がわからん。太陽、太陽、太陽。あ、もう見えてるわ。よっしゃ。なんとかそこそこ安定して来れるようになってきましたか。まあ、この武器の恩恵はでかいですけどね、正直。ありがとうございます。これはね、アドバイスいただいてね、万が一のために持ってきたやつです。使うに決まってる。さあ、よし。さあ練習です。うん、王の子ラグ。わあ、これあんのか。そう、あれなんとか倒せへんかな。あ、そっか、あれちょっと待って、あれなんかおるな今。ちょっと待って、変なやつおった。マジか、あいつ来るぞ絶対。あいつほらおるやん。最悪や、最悪や、絶対あれ来るわ。合わせる。よしよし、軽くなったからかな。今までやり方が通用する。ください。どうすんのったらなんで。ああ難しい。うわ、安心してください、生きてますよ。まだ生きてる、まだやれる。魔法やってこいや。よし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 、見えてきた。敵ばっかりして、よーしよーしよーし、いけるぞ。回復の石買いに行きます。できればな、武器最強にしたいな。最強にしたいですね。これやりに行こうかな。まだちょっと残してあるんですよ、ここ。
あと光るサービス4つ。4つあればいいんで。すぐ、多分すぐ手に入ると思います。ここは倒す。キラキラ音がしてる。キラキラ音がしてるけど。戦いとか安いところからもう毒矢で仕留めていきたいですよね。多分ここのドラゴンはまだ残っとるから、こことあと向こうサイドのドラゴンが残っとるから、この辺にいっぱいあると思うんですよね、石が。おるな。よし、じゃあ毒矢で安全に倒します。これもう何回も来てるんで慣れたもんです。まあ別に毒やつじゃなくてもいいんですけど。やっぱり毒液早いんですよね。合う。マジか。マジか。意外と強いな。毒矢の方がいいんですよ。まあ、理由はいろいろあるんですけど、光るくさび石取りたいときは毒矢の方がいいんですよね。まあ、後で帰ってくるのが面倒いからなんですけど。回収してるでしょ。微妙に回収してるんですよ。竜の骨とかが欲しくて、で前回途中で回収せずにもうやめたのを
覚えてたんで。ものすごく地味な作業なんですけど、これやっとかなあかんし頑張ります。少しでも有利に決めたいんで。ここでフィールドに入って倒しちゃうと、いっぱいおる結晶のトカゲみたいなやつ、あいつ逃げられるんですよね。なるべく逃げられたくないから。4発入れたら6います。あと2発ぐらいか。どういう構造になってるのかな。はみ出るの。長い戦いになる。でもこの地味な戦いは得意やから。あと1回分かな、僕は。まあ、これで結構安全にソウル回収したりとか、アイテム回収ができますよ。ここは結構豊富なんですよね、いろいろ。またか。強いな。で、両手も使えて、キラキラ。よし、ポケット。あそこに。入れよう。的確にちゃんとこうスタンプで倒すのがベストです。こいつは。よし、いいですか。で、その崖下にもアイテムあるんですけど、もう多分今回は回収してあるんで、次はこいつ。こいつは楽勝です。上から下げ。
100% のアンチなんで、ここは絶対食らわない。3回ブラックぐらいですかね。よいしょ。よし、もう行った。よし、はい、もう少し、あと一発。さあ、また迎えて。ここもね、いっぱいおるんですよ。逃げられちゃうんで、逃げられちゃうんで、こいつとか。丁寧に行くと。マジで逃げられてしまうから。よし、すでに逃げられたやつもいると、ほら、もうちょっといっぱいおるんですけど、まあでもたまったからよしとしましょうか。計画通り。OK かな。よし、OK、入ります。お付き合いありがとうございます。レベル上げのような作業にお付き合い、感謝です。よし。OK。やることはいっぱいありますよ。まずはできればスタミナも上げたいし、まずは鍛える。さあ、これや、これ。よし、完全体になりました。 I'll be around if you want to back。うん、嬉しいな。で、回復。それを買う。マックス回復。で、レベルアップ。ここでヒデオのソウルを取り出す。じゃあ、14万。Until... これでスタミナ上げます。OK。2つ上がった。2つでもだいぶ違うと思うんで。じゃあ行こう。
さあ行きましょう。やることは一緒。キリン狩りながら行けたらボスまで。キリン狩りながら行けたらボスまで。キリンの数が減ってくると思うんですよね。こればっかりもう延々繰り返せば。ゼルドラ獲得ソウルが増加。へえ、いいなこれ。こんなんあったっけ。序盤でああいうの手に入れたら多分楽なんでしょうけどね。序盤は手に入らない仕様になってと。もう今となってはあんまいらないぞ。さっきみたいな稼ぎ方ができるんで、あんなドラゴンとか、まあ死ぬ時はそれありますけど、まあ余裕、ゆっくり毒でね殺していけば余裕なんで、本当安全にアイテムも回収できるし、石とかも結構回収できるし、あとあのヒデオのソウルもね大量に手に入るんでおすすめです。都心の記憶もだいぶ行きましたけどね。それもおすすめ。そっちはソウルばっかりですけど、ただそっちだと、かがり火の探求者がアイテムとしてあるんで、実質の無限ループが可能です。ただやっぱボス倒すんで、ちょっとだけ強いです。それは魔法で言ってます。全然来なくないですか？もしかしてあいつら、切れたんじゃないの？枯れたんじゃないの？打ち止めか？全然来ないですもんね。この辺からは多分、さすがに来ると思うけど、ほら、来た。許してくれないかな。でも、打ち止め感はあるぞ。止めていくよ。ビシビシいくよ。クククク、いいね。ビシビシいこう。おい、持っとこい。宴会行ってますぞ。ラストチャンスやぞ。来いや。絶対に来ます。こんなとこ許してくれるわけがないもん。ここ下手しに引き来るから、ね、行ってしまえ。さあ乗ってくるか。よっしゃ、来ると分かってた。冷静に。来い来い。
行こい。何匹でも来い、おら。よし、ガンガン来やがる。データ安にしたる。お前の動きはもう見つった。どんどん来いや。終わりか。情けねえ。よし、見切った。キリンはもう見切った。何もないですよね。よしよし、エストフィンよ、もっと残せるな。もっと残せますね。うん、練習練習。でも絶対本番じゃないからね。よし、やった。怖え怖え。危ない、これ危ないな、これ食らうな。回復したいね。俺のタイミングでも割とできそうな感はある。間に合うもん。うわうわ、あかんあかん。うわあ、よし、いいぞ、今の良かった。うわあ、回復させてくれ。一つ分かった、また一つ分かった、また一つ分かってしまった。あの魔法も腹の下にいたら食らわない。ただこれは一つちょっと問題があって、なんていうんですかね、パーンって溜めてパーンってやるようなやつとかとの区別が現状あまりついてない。この対処をどうするかやな。あの魔法、確実にあの魔法と思ったら腹の下に潜れば OK だと思うんですけどね。今確実に来てなかったんで、ボスまで長いな。かがり火欲しかったな、ボス前に。でもかがり火をボス前に作ってしまったらやっぱ難易度下がっちゃいますんでね。このキリンのジャングルを抜けていくからこそ難しさが半端なくなってしまってる。いやらしいですけどね。全然出てきないよ、ほら。もうビビっとるわ。完全にビビってますわ。レダースにしたった。この辺から来ようと思う。うわ、倒せへん。
ネタ休みしてる。でやる。大量発生ポイント来てます。来るよ。来い。ダウン。おめえ。おい。おい。元来い。チャンス。よし、うん、やってしまうか。あ、やばい、寄るぞ。準備準備。ひょうもんやからあいつらは絶対寄る。いいね、静かで。さあ、ちょっとアイテム使ってってみるか。試すね、試す。じゃあ、モーションの右もあるのか。あんまりいい撮影とは言えへんな。この方がいいっすね。こっちの方がマシやな。早い。いけるぞ。こいつが終わったらあいつで来んのかな。うわ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 、早っ。もう来んのか。マジか、マジかよ。モーション的には一緒やね、多分。マジか。絶対に先にあいつを倒さないと。くそ。よし、入った、トムトム入った。こいつや、こいつ、こいつ、こいつ、わわわわわわわ、待って待って待って、回復さえ。二人ともが、うわー、ウォーミング半端やないな。
二人とも視界に入れたいんですけど、モンハン感が難しい。慣れてないからね。いやでもいけそうやったな。ちょっと光明見えてきたな。やば、楽しくなってきた。これ何回もやってたらいけるわ。なんでかっていうと、あとはもう行動パターンだと思うんですよね。飛び込み切りつけが一番ダメージ的には食らう。で、食らわないのが意外とあの魔法。だから魔法を誘発させて、その隙に飛び込んで、だから片方が魔法やってる時に片方を攻撃するっていうのがベストかもしれない。よし、テンション上がってきた。昨日あんだけへこんでましたけど、やれるんや。やれるぞ。多分半分で来るんでしょう。そんな感じでしたよね。半分ぐらいになった時に来ったから。音質も思い出すぜ。でも半分まで削れてるだけ良心的かな。よし、出てこない。出てこない。完全に消えたな。もしかしたらなんかショートカットとかもあるのかもわかんないですけどね。この辺のやつはまだいますよ、多分。根絶やしにするまでもなく倒しきれるかもしれないとそれは思ってます。ちょっと舐めすぎかな、それは。間に合え、あー間に合わない、取る。最高。潜り込みすぎない作戦でいきます。かわせる。軽くなってるんで、かわせることが分かってきたんで。エリザベートを言って。じゃあ、さあ、こう。縦にかわしていきます。潜り込むときと、じゃあ、いろいろ考えてやろう。このときは潜り込む。一発入るわ。
ここも潜り込みたい。ちょっと見えへんかった。潜り込みは後ろにかける。でもいいけどね。よいしょ、うん、視界が悪い。そうやな。くっ。うん。うん。うん。ちょっと狭いところに追い込まれると辛いですね。うん。やっぱり入り込んだ方がいいかな。もう多分ね。希少なね、絶滅寸前の動物のキリンなんですけどね、もう絶滅しかかってます、おそらく。完全に絶滅しかかってます。マジでこの辺気をらへんくなった。もしかしたらあの建物の付近行ったらまだおるかもわかんないですけどね、このなんていうんですかね、壁際に関してはマジでおらへん。消えたわ。ほら全くいないぞ。あとはあの最後の方におる4匹、あいつらが徐々に減っていくはずなんで、ここももういない。くらいから取るかな。ちょっと準備しておく。大丈夫そうやな。もうここまで来てますもんね。来やがった。来やがった。もうやばい。難しい。難しいですね。移動します。